アシトゴ、どうもちゃん。ラジコン東郷のドスログです。まずね、いつも皆さん動画の方をたくさん見ていただいて本当にありがとうございます。今日はね、ラジコン東郷の方はねまだ閉まっているんですけども、ここ最近のラジコン事情はどうなってるのかなっていうところをね、僕の知ってる範囲でちょっとお伝えしたいと思うんですけれども、あとそれと最後に今後のラジコン東郷の運営について大切なお話がありますので、もしよろしかったら最後までご視聴の方をよろしくお願いいたします。さて、皆さんステイホームでストレスがだいぶ溜まってることとは思うんですけれども、まあ暴飲暴食とかね、どうしてもしがちなんですけどね、皆さん体重の管理の方には十分気をつけていただきたいと思うんですけれども、僕もね、ここ最近の動画をちょっと見返してみて、なんとなくね、だいぶ太ったのかなと思ってね、昨日ちょっと体重計に乗ってみたら、なんと85キロをね、超えちゃってたんですよね。まあ、本当にこれだけ風貌が変わってしまうと昔の面影など全然ないんですけれども、まあそれによってね、2、3いいこともあったわけですよ。例えば以前ね、一生呪ってやるとか、あとぶっ刺してやるとか、ちょん切ってやるとか、私のお兄ちゃんは俗のヘッドだよとかね、言ってた方たちもいたんですけれども、もうこれだけ風貌が変わってしまうと、もう僕だと気づくことはないと思うんで、そう考えたら最近よく眠れるようになりました。あ、これと、まあ友達の友達ぐらいの話だと思ってください。さて、ここからは一番最初にもお伝えした通り、ここ最近のラジコン事情みんなどうしてるのかなっていうのをね、ちょっとね、僕が知ってる範囲でお伝えしたいと思うんですけれども、実際にラジコンめちゃくちゃ売れてるみたいですよ。めちゃくちゃ売れてるんで、特にミニッツ、こんなちっちゃいラジコンなんですけども、うちでできるラジコンっていうことで、まあ結構本格的なんですよね。以前僕が特集した100円のラジコンなんかよりも全然いいラジコンになってるんですよね。まあそれだとうちでも遊べるっていうことで、まあいろんなところでかなり売れてるっていう噂を今聞いてます。あとそれとタミヤさんのエキスパートビルド、完成品のラジコンなんですけれども、こちらの方もすごい売れてるっていうね、これもね、親子でねちょっと楽しみたいなっていう方が結構買ってると思うんですよ。まあゲーム疲れっていうのも多分あるとは思うんですけれども、あと組み立てのキットの方もある場所だともう YD2 は完全に完売してしまったと。あとタミヤのね、組み立てキットとかも初心者用のTT-02 とかもね、まあお父さんと子供で一緒に組み立てたりするために購入されている方とかも結構いるみたいです。本当に親子で組み立てるといい思い出作りにもなると思います。あと彼女と一緒にラジコンを組み立ててみても楽しそうじゃないですか。女の子とね、お互いにドライバーを握り合いながらね、楽しくラジコンをああでもないこうでもないと言いながら組み立てたいですよね。もう彼女がね、ドライバーの締めすぎてもう手が痛いよ、手が痛いよって言ってる時に、秘蔵のね、自分の赤にシルバーのボタンがついたね、電動ドライバーなんか出した日にはね、俺ってなんてウルトラマンなんだろうって思うこと間違いないと思います。でも彼女はですね、そのブツを見て、私の帰ってきたウルトラマン、太郎ですね、多分。だと言ってすごい喜んでると思うんですよね。とまあこんな感じでね、最近のラジコン事情の方をちょっとね薄くお伝えしたんですけれども、一番最初にもお伝えしたんですけれども、まあこちらの今ラジコン東郷の方営業休止中なんですけれども、もう少しだけお休みの方を取らさせていただくことといたしました。ラジコン東郷の再開の方を楽しみに待ってくれる方たちには本当に申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけれども、どうかご理解の方をよろしくお願いいたします。最後までご視聴の方ありがとうございます。まあ今後ともね、状況はちょっと厳しいんですけれども、頑張っていきたいと思いますんで、皆さん応援の方ぜひともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。